今回のトリックはグライドアラウンドザワールドと言います。両手ともに基本的にアラウンドの動きですね、はい、パッと見不思議な感じなんですけれども、まあ、仕組みとしてはアラウンドを片方はアラウンドをやった後止めて逆方向に回してまた止めてるっていうのを両手で連続でやります、うんうん、最初は結構タイミングが難しくてヨーヨーが回ってると跳ね返ってきちゃうんで、最初は短く持っていただいて、でその後回転してないヨーヨーでこう回して、でこのタイミングを練習するのが一番いいと思います。まずは利き手が止まってアラウンドして、そうです、で慣れてきたら実際回してアラウンドワールドやりながら、ただ結構止める時が結構タイミングが難しいと思うので、最初は両手で感覚掴んだ後も片手でぜひ一度やってみてほしいですね。まずここのブレーキをここでかけて逆に回すっていうのがちょっと慣れない動きだと思うんで、最初はそれを練習してもらえればと。今回使ってるヨーヨーは、それはヨーヨーファクトリーのループ720のジョン&コレクション第2弾になります。ループ720が、同じチームの高田修選手のモデルになっているので、今回コラボレーションをさせていただきました。カラーはライトグレーになってます。ライトグレーで、キャップが透明、そうですね、ですよね。そのキャップのプリントも裏面からプリントしてる。そうですね、ジョン&コレクションのテーマで有刺鉄線がモチーフになってまして、有刺鉄線は何かを守るものだと思うんですけど、今回キャップの裏側にデザインがプリントされてるので、有刺鉄線みたいにプリントが守られてる、そういうちょっと遊び心も持たせてキャップの裏に印刷してるので、忘れても消えないという、消えない、はい、消えない、はい、消えない仕様です、はい、今回のトリック自分も覚えたいってなったら、使うヨーヨーはこのループ720ジョン&コレクションでガシガシ使ってもらっても消えないんで、はい、ぜひ使ってもらえればと思います。この動画が参考になったという方はぜひぜひ高評価、まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。